始めていきましょう。はい、はい、じゃあ前回のショールームでは定期公演で行った勉強の秋学力テストのテスト返しを行いました。こんな追試決定した人この2人、はい、これですね。はい、この子たちにはプレゼントがあります。やったらー。いらないプレゼントだね。それは何ですか？6年生の6年生クモンの小学ドリルでございます。はい、国語です。はい、これ、うん、山の頂上の城の城ね、生じゃない山の頂上の城の改築、うん、には異論がある。山の頂上の城の改築にはお城、おいしいよね。でもよく見たら、おっ、イエーイ、今間違えたのに。はい、じゃあもう一つね、山の頂上の城の改築には異論があるものじゃないよ。あ、今わかるよ。すごい、ね、これ分かんない。いいですか？ちょっと待ってください。この問題がこのドリルから出ます。勉強するためにプレゼントします。ありがとうございます。してください。勉強します。はい。はい、じゃあ追試の模様は後日お送りしたいと思います。12月4日の定期公演での企画コーナーはどこよりも早いクリスマスカードをステージ上からお届けしたいと思います。イエーイ。メンバー自らがテーマに沿った写真を撮影してその写真を発表するコーナーを行いたいと思います。イエーイ、イエーイ。そこで今日のアイドルロゴではクリスマスカードの写真のテーマを皆さんと決めたいと思います。何でもいいんだよね。何でも OK。 私は書くの。お願いします。一人ぼっちのクリスマス。待って、やだ、悲しい。でもさ、クリぼっちっていう。無駄が私は思った。一人ぼっちの一人ぼっちのクリスマス。はい、ユリアは、ユリアはなんだろう、トナカイさん。トナカイのクリスマス。サブキャラ。ギャオ。はい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 。マイさん。スキンだらけのクリスマス。テスト勉強なクリスマス。おお。こたつでくるまるクリスマス。あ、いいですね。寂しさで凍えるクリスマス。アイスと過ごすクリスマス。いいです。いいです。コスプレって書いてある。あとは幻想的なクリスマス。いいですね。はい、じゃあもうここのこの辺にしておきたいと思います。です。じゃあこの中からテーマを絞っていきたいと思います。全部、はい、はい、じゃあ2つのチームごとに2つのテーマに、うん、絞ってね、いきたいと思います。2つのテーマを選びたいと思います。テスト勉強いいと思います。うん、テスト勉強は残しておきます。いいと思います。トナカイもいいですよね。うん、うん、いいよ、トナカイやろう。やった。あとぼっちぼっちクリスマス。チキンだらけもいいんじゃない。20丸でも5個丸か。5個じゃなかった。ついてないよ。それで5個。じゃあそれ以外のやつは OK ですか、ね、消しましょうか。ここから2つに絞っていきたいと思います。1、ひとりぼっちのクリスマス。3、テスト勉強なクリスマス。4、アイスと過ごすクリスマス。5、ロマンティックなクリスマス。それでは投票開始スタート。5、4、3、2、1、終了。はい、ありがとうございました。
はい、ダントツで4番、うん、アイスと過ごすクリスマス。そして2位は3番、テスト勉強なクリスマス。はい、この2つに、この2チームに分かれてそれぞれのテーマで行います。みんなしっかり撮影してきてください。